で、出るな、サビスケ。嫌だね、ワビスケ。ここまで来ればもう追ってからは逃れたか。醜き逃避は終わりか、利休。ならば最後に懺悔しろ。定めに従い残服しろ。ああ、三成様、あなたの怒りが入ってくる。僕は相変わらずクソ重てえな、三成。引っ込んじまったぜ、わびすけは。出たな、利休のうちに潜む毛量が。覚悟しろ、その首ごと貴様を捜殺してやる。お前ごときに作文の暇も興味もねえんだよ。ってことでだ。あだよ、とんがり頭。待て、利休。利休！そうか、利休を取り逃がしたか。申し訳ございません、秀吉様。どうかこの私に今一度お命を注ぐ機会を。いや、利休君の追撃はひとまず手の空いた者に任せる。君には他に向かってほしい戦場もあるからね。は、半兵衛様の軍略に従うとここに宣誓します。それにしてももう一人の利休君か。彼のうちに潜む異なる心を持つ存在。秀吉、あの日君と利休君だけの境で何があったのか、やはり教えてはくれないんだね。すまぬな、半兵衛。だが言えることはただ一つ、奴が世の災いということよ。クソうぜえな。ったく、豊臣ってやつはまだ飽きずに追いかけてきやがる。それはお前のせいだろ、サビスケ。お前がよりにもよって秀吉様に手を挙げるからだ。本気で言ってんのかよ、お前は。あのままじゃ腹を切らされるとこだったろうがよ。それとも何か、死んだ方がマシだってか。ごめんだぜ、お前の道連れなんてのはよ。僕だって嫌だ。でも僕のせいであることには違いない。どうしてこんな体に生まれてしまったんだ。人の心なんて見たくも知りたくもないのに。わかるぜ、どいつもこいつも汚ねえからな。まあせいぜい悩めよ、俺は俺で好きにやるさ。お前は利休。よかった、やっぱり利休なんだな。あなたは家康様、なぜここに。高名な砂人がいると聞いてな、もしやと思ったんだが、お前でよかった、利休。お前が秀吉殿に追われたと聞いて心配していたんだ。今ではわしも豊臣とは敵対する身の上なんだがな。はい、話には聞いていますが、その一体何が。まあいろいろとあってな。だがわしは近々豊臣軍と秀吉殿と決着をつけるつもりだ。そうすればお前ももう逃げなくていい。全て終わったらまたわしに茶を教えてくれないか。家康様、なあサビスケ、僕は間違っているんだろうか。ああ、家康様と秀吉様、僕はどちらも尊敬している。
でもその二人ともが殺し合いでの決着を望んでいた。生きて分かり合おうっていうのはおかしなことなのか。お前の言う通り、死を見据えて生きるべきなのか。だからいつも言ってんだろうがよ、通じねえんだ情なんざ。この世は無情なんだからよ。無情、そうか。それは寂しいことだよな、サビスケ。寂しくて当然だろうが、そもそもよ。だからせいぜい楽しんで楽になれよ、サビのままによ。僕はどこまでさまようんだろう。俺はいつまでさまよえんだかな。追ってくるなって言ってんだろうが。こんなやつに。あなたの死は決して無駄ではありませんでした。見苦しくなどない、いや美しさすら覚える。これもきっとサビスケ、お前のサビをたしなんだおかげ。サビスケ、サビスケ。なんだよ、うるせえな。疲れてんだよ俺は。すまない、何かあったのか。最近のお前はまるで知るかよ。いや、お前は俺だ。聞かなくてもわかんだろ。なあサビスケ、やっぱりお前は。ああ、そろそろってことだろうよ。たく、待て、もっと話をしてくれよ。僕の心を分かってくれるのはお前だけなんだ。もう俺なんていらねえだろう。お前はもうお前だ。やっていけるぜ、一人でもよ。やめろよ、もっと怒っていつもみたいに罵倒しろよ。お前には言いたいことが山ほどあるんだ。残念だがな、戦は待っちゃくれねえ。なーに、いつも通り俺とお前で一石儲けようじゃねえか。サビスケ、お前、お前はお前で息抜きな。俺は俺で味わうぜ、最後の一すすり、最高のわびさびをよ。茶を沸かすには熱が足りねえぜ。ならばこれではどうかな。結構なお手前です。安らかに眠れていますか。あなた方の生き様、死に様、何よりも美しくこの胸に染み渡りました。恐れなくてもいいのですよ。生と死とは同じもの、情と無情もまた同じもの、共に
愛しきものなのですから。そう、詫びと錆もまた同じもの。だから「さよなら」とは言わないよ、サビスケ。共にしてもう一人の僕。聞いてくれ、サビスケ。僕はもう一度秀吉様に会おうと思う。何？そりゃどういう風の吹き回しだよ。あの時家康様から流れ込んできたんだ、決意、後悔、そして痛みが。あんな人が苦しむところなんて見たくないんだ。それにこのまま逃げ続けても何も変わらない。だから僕は秀吉様に会う、そして詫びるんだ、あの罪をお許しいただけるまで。はっ、殊勝なこった。一応言っとくが、それならそれで俺は好きにさせてもらうぜ。秀吉を始末して追手が収まるなら万々歳だからよ。ああ、好きにしろよ。僕は負けない、お前にも僕自身にも。秀吉様、ここで払う。やなこった。乱世の一角たる覇王も今や昔か。いやはや見事なものだ。彼はケーラのことをこの世に不必要な災いと評したが、私はそうは思わないな。なんだと。詫びなる刑が持つ力、共感とは実に稀有なものだ。他者の心を感じ取れるということは、すなわちこの世全ての感情を知るに等しいのだからな。かまどに火を灯し、こねるも一興。千のサビスケ、千のワビスケ、私がケーラの傷を癒し保護しよう。今日から私がケーラの師だ。さて、もう傷は癒えただろう。うるせえぞ、クソ痛えに決まってんだろうが。いや、すまなかった、手加減は苦手でね。ところでもう一人の刑、詫びなる者は目覚めないのかね。ああ、秀吉との一件がよほど答えたみてえだな。もう何も見たくねえ。だとよ。そ
それは困るな。私の目的のためには彼のありようが不可欠なのだ。無論Kのその力もだがね、錆びなるものよ。ケッ。それで俺らに何をさせてんだ、お師匠様よ。そうだな、それは道すがらに語って聞かせよう。だがまずは彼の目覚めを促すために神を手にかけるとしようか、弟子たちよ。調子はどうだね。いい気分です。まるで生まれ変わったような。それは何よりだ。わびなる者の特質に錆びなる者の精神、武芸、それらを兼ね備えた兄こそ帝の前に立つにふさわしい。では向かうとしようか。己が欠落を埋めてもなお人の何かを取り込まずにはいられない飢えし者、不足の美よ。待たせたな、クボウ殿。ようやくにして訪れた約束の時だ。おお、実に実に待ちわびたぞ、友よ。してそちらの若者が。千利休と申します。何卒お見知りおきを。これより我が師久秀の命に従い引きずり出します。あなたの五臓六腑に至るすべてを。ほう、世のすべてときたか。大きだな、友よ。だがそれがいい。彼という名の姿見によりあらゆる刑が引き出され、その熱き本流がすべてのものを照らしゆくだろう。この今も行く末も、そして私の内に眠りし欠片をもな。僕は災い、尊敬すべき相手を、神を、罪なき人を、友を、死に至らしめた災いです。なるほど、その限りもまた心地よいな。これでこれより世の中日の本の主か。待っていろ、熱を求め凍えかけし友がらよ。明日の者として世がその方を見つめていこう。この世に生まれ落ちてよかったと、そう思えるように。そのために並べる方がなくなるのは寂しくもあるがな。これが心、人の根源となりうる宝。名も知れぬ一人の子に愛されし歌が。
俺は、僕は、サビスケ、サビスケ、どれ、試みに一つを二つに分けてみようか。何、良き宝への返杯だ。気兼ねなく受け取りたまえ。はあ、そう、Kには、サビスケ、ワビスケ。